三角帽子インコは、超高インコ目標向か帽子インコ属に分類される、蝶類。ドミニカ国固有種全長45センチメートル。頭部や頸部は暗子色、上面は暗緑色。下面は紫色で、羽毛の外縁が暗色なため臨場の反紋が入る。おばき部は緑色で、先端に赤活色の帯が入る。翼の色彩は暗緑色で、 人間でいう手首を覆う翼は赤い。初列風切りは暗色で、外側の自列風切り気分は赤い。光彩は大色。くちばしや光子の色彩は暗灰色。標高600から1300メートルにある原生林に生息する。食物が不足すると標高150から300メートルまで移動する。中高生で夜間になると大木の木の絵に集まり休む。 果実、種子、花、ヤシの芽などを食べる。繁殖様式は卵生。繁殖期は2から6月。高木の軌道に巣を作り、2個の卵を確念で産む。バナナ用などの農地開発による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲、ハリケーンの襲来などにより生息数は激減した。1950年代に、 アングライス3周辺とディアブロティン3周辺に個体群が分断され、前者の個体群は1983年以降は確認されていない。保護対策が成功し、生息数は増加したが、2017年にハリケーンマリアの襲来に伴い再び生息数が激減した。 1979年のハリケーンデビットによる襲来でも生息数が激減しその後に回復したが、生息数が回復する前にさらにハリケーンが襲来した場合は絶滅する恐れが高いとされる。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書 A に掲載されている。生息地の一部はディアブロティン国立公園に指定されている。 ドミニカ国では、法的に保護の対象とされ啓蒙活動が進められ、密漁も含め狩猟されることは減少しているが、密漁されることもある。ディアブロティン3での1987年における生息数は約60%、1990年における生息数は約80%、1993年における生息数は80から100%。 1998年における生息数は250から300%羽と推定されている。ありがとうございます。